サロンカーな庭。サロンカーな庭は、日本国有鉄道。国鉄が1983年、昭和58年9月に改造製作し、1987年、昭和62年4月の国鉄分割民営開港は、西日本旅客鉄道、JR 西日本が保有する、往復客車で、ジョイフルトレインと呼ばれる車両の一種である。鉄道ファンからは、所属から、 大サロ、ミハサロとも呼ばれる。国鉄大阪鉄道管理局では、1979年より、スロ六62系、スロフ62系客車を改造した、お座敷客車であるスロ八81系、スロフフ81系客車の6両編成を運用していたが、需要は多く、申し込みのうち6割以上を断らざるを得ない状況が続いていた。一方で、観光バスでは、 デラックス志向が高まっていたほか、リバイバルトレインなどの人気から、和式客車のみでは対応できなくなりつつあった。このため、多様化した思考に応えるべく、新しい車両を登場させることになったものである。東京南鉄道管理局に配属された、サロンエクスプレス東京と、ほぼ同時期の1983年、昭和58年9月に登場した。 当時の高砂工場において14系客車から改造が行われた。改造後の形式は両端車がスロフ14型700番台、中間車がオロ14型700番台で東京南局のサロンエクスプレス東京の続番である。全車両がグリーン車。7両編成で内容は次の通り。それまでに改造されたお座敷列車とは異なり、 サロンエクスプレス東京と並び、初めて往復の内外装を施しており、車内は2人プラス1人だけチ取り配置のリクライニングシートとなった。シートピッチが広げられたため主車の窓配置とシートピッチが合っていない。スロフ14-703はパノラマラウンジカーとなっている。スロフ14-704の車橋は展望室となっている。 各車両の便洗面所設備のない側のデッキ、側扉を撤去し、スロフ14型については、種社のスハフ14型の乗務員室側を、編成内側とし、主社では半、折り妻形状で丸みを帯びていたのを切り爪に、改造して車端、ムッパーを追加している、サロンエクスプレス東京は、切り爪か、ダンパー追加はされておらず、乗り心地に影響を与えた。 切り妻だった部分は、戦前の展望客車に似た外観のガラス張りの展望室を設け、アンドン式のテールサインが取り付けられた。塗装は、深い青緑色、青緑6号ベースとし、窓周りと腰タブの飾り枠を金色とした。1994年、平成6年5月にリニューアルを行い、塗装の金色の部分が黄色に変更されている。2011年、 平成23年、再度リニューアルを行った。運用開始以来、宮原客車区、現在の阿保市総合車両所宮原市所に配置されており、団体臨時列車のほか、他客時の臨時列車としても運行されることがある。乗客数や運用線区に応じて1両あるいは2両を減車した、編成で運行されることもある。過去には、臨時の、や、 銀河に運用されたこともあり、この場合は列車名にサロンカーの文字を冠していた。特徴的な運用としては、国鉄時代の1984年12月に、旅行連絡線で車両構想された上で四国での営業を行ったことがある。これは本車両に構想用フックが装備されていたことから実現したが、ジョイフルトレインが 鉄道連絡船で構想された例は初めてであり、また14系客車の四国乗り入れもこの時が初めてとなった。1984年8月6日には、当時、国鉄の現役車掌を検討区下主として活動していた伊藤敏弘が本車両に乗り込み、展望車でライブやサイン会を行うイベントを行った。なお、伊藤は国鉄職員の兼職は禁止の建前上、 車掌として乗務する扱いであるため出演料ゼロ、ノーギャラであった。一等のヒット曲、稽古にちなみ、稽古号として、大阪駅金沢駅間で運転された。2008年8月には、山口線にて C、C57-1 と C56-160 の10連が本車両を、牽引して、SL 山口 d x 号として運転された。本車両が、 蒸気機関車に牽引されたのはこの時が初めてである。2010年10月にも SL 山口な庭号として運転されたが、袋は2008年運転時とは異なり、プッシュプル牽引となった。2016年11月25日から28日には、日本旅行が企画した団体専用夜行列車、サロンカー暁として運行された。 11月25日から翌26日にかけて、大阪駅長崎駅間、27日から翌28日にかけて、博多駅大阪駅間で運転され、九州旅客鉄道、JR 九州の路線2996年頃の、西鹿児島入線、ED7661 経員以来、久しぶりに入線した、国鉄時代には、サロンカー名城、ロンカー、薬島など、 多客機の臨時夜行列車として九州で運行されたことがある。2017年12月1日から3日には日本旅行が企画した団体専用列車サロンカー朝風として運行され大阪駅下関駅間を往復した。国鉄分割民営会構は JR 西日本管内で運行されるおし列車にもしばしば使用されている。この場合は5両編成に減車され、 テールサインには JR マークが掲げられ、1997年以降、1994年の運転時はテールマークの台座ごと外されていた。また1996年の能登鉄道での運転時は JR 西日本とのと鉄道の車門を併記、側面行き先幕は白地となる。このため、同社の窓ガラスは防弾ガラスとなっており、トイレが 登場時はすべて和式だったのを展望車に一番近いトイレのみ様式化改造するなどお召し列車としての運用を想定した様々な対策工事施されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。